じゃあ授業を始めます。今日はね、いつも香織先生、おりや女の先生が今日来れんくて、その代わりで来ました。初めての人が一人おるけど、新しく入った？やっぱり気をつけた方がいいですよ。何を気をつけたらいい？香織先生と多分いじめられますよ、こいつに。どういうこと、香織先生をいじめようと？いじめれます。なんでどうやっていじめよう？何キャラ？いじめてはない。可愛い子をいじめる、あれですよ。いじってくる。いじりよる。まだいじめてはない。いじりようと香織先生。いや、違うやろ。いや、あっちが仕掛けてくるんですよ。どういう状況？ピコってなるやろが途中に。ねえ、俺が真剣にやるよときに、はーいって言ったら。ピコってなる。やってるって。ピコン？で、携帯がピコンってなるやろ。あー、それはあなた、鳩村くん。うん。あなたが悪いですね。ピコンは悪い。よし。通知を振る。そう、私は、その前1年生の時みんな思っちゃったけど、熊本アリサって言います。アリサ先生、まあなんか覚えておいてください。久しぶりでみんな見てね、ちょっと成長しとってね、嬉しい。背伸び通し、なんかみんな女の子可愛くなっちゃうし。あ、こいつだけ可愛くなっちゃう。いや、その子可愛くなっちゃう。もう私は嬉しいです。そう、この学年ね、すごい、なんやろ、集中力あったけん、多分中3になったらすごい伸びると思うけん、私は楽しみにしてます。来年やね、受験。よし。もちろん。集中力がちょっとなくなった？集中してくださいね。じゃあこれ、前私が本当は一昨日来ようと思ったんですけど、来れなかったのでテストを解いてもらってたんですね。そう、これなんやろ、課題テストかな。課題テストの国語と、そう、福とです。国語と社会持ってますか？でそれをちょっと解説したいんですけど、まあ、7時までなんでちょっと時間が押してるかなと思うので、ここから行こうかな、社会から行こうかなって思います。国語ちょっと難しそうやったけど、国語はまあ単語とか慣れですからね。社会から行きます。あ、こっちはシーズン、日本地理ですね。じゃあちょっといろいろ書き込むのもあると思うので、ペンとマーカーは用意しておいてください。じゃあどっから行こうか。じゃあとりあえず1番からいきます。これ日本の略地図ですね。日本の地図で、日本のまず国土面積を選ぶやつなんですけど、まあ、これはできると思います。38万キロになりますね。なんかそうね、普通にこの選ばされるやつもあるけど、例えば日本の面積の何倍ですかみたいな感じで計算させられる問題もあるので、この38万平方キロメートルは覚えておいてください。で、あー、そうね、みんながちょっと地理は結構苦手な感じですか？どんな感じ？社会は。そうでもない。歴史と地理があるんですけど、どっちが苦手とか、ちょっとこの分野が苦手だなとか。どっちも苦手。なるほど。じゃあちょっとまあ基本的なとこ、みんなどれぐらい覚えちゃうか知りたいので、いきましょう。1番の ③ に、C の名称は南鳥島であるって書いてあるんですけど、じゃあこの日本の最北端、最南端、最西端の島たちはみんな覚えてますか？北方領土、まあちょっとこれちょっと書いてみてください、自分で。じゃあ南鳥島は日本の一番どこかな。そう、東でしたね。南って書いてあるけど、南じゃないんですね。うん、だから南、東かな、確か。は
いはいはい、おそらく東と思います。南鳥島は南って書いてあるんですけど東だったと思われます。ちょっと私も記憶を探っています。はい、トイレ、はい、自分でちょっと変えてみてください。ここって夜なみの大きな時レトロフト、ここもちょっとあるよね、レトロフトかな、確かそうだったんですけど、どんなんでこんなんね、その日本地図にちょっと書き込んでほしいので日本ちょっとノートに日本を書いてこの国々をちょっと書いていただきたいなと。4つ出たかなと思います、うん、一番北が択捉島で、東が南鳥島で、南が沖ノ鳥島、一番西が与那国島になります。でこれはもう日本の領土の問題で、これが一番日本の本当北にある領土で、こっから何海里か20回りかな、20回りでこう書いて了解かってなるので、本当にこの島とかは自由になってます。確かに沖ノ鳥島が本当にね、チョンって出るぐらいの本当岩みたいになっちゃって、それを守るために工事しとって水没させんようにしたりしようけ、本当に必死でしてる感じですね。日本は本当に海洋国で周りが海だから領土が狭くなるんですよね。だからそういうので領土を取るように頑張っております。でもこの辺がちょっと微妙なんで、この辺とかこの辺が上にロシアがおったりとか、こっちって台湾かな、どこやったっけ、台湾、この辺がね、ほんとすぐ台湾とかないの、だけどこの辺の領土が本当に微妙で、なんかよくなんか朝鮮の船が入ったとか普通なのは、ほんとこの境ですね、どっちかわからん危ういところで、よく怒ってます。日本で、そうですね、日本で、じゃあもう一個、これは買ったんやな、日本の標準時速5000は何度でしたか、時計135度、じゃあ場所は兵庫県、ちょっと待って、ストップ、違う人、県庁所、うん、違う、県庁じゃないっけ、標準時速5000のある場所はどこですか、どこですか、みずきちゃん、どこですか、そうです、じゃあその線を自分で書き入れて、あ、ちょっと私これ分かりにくいんですけど、で、書い取ってください、統計、135度で兵庫県明石市を通ります。そうね、あとはね、どうしよっか、
かな。県庁所在地が違う県がよう出るんですよね。何個あったかな、十何個かあったんで、ちょっと復習のつもりで県庁所在地、県名と市の名前が違う県をちょっと思いつく限り書いてみてください。みんながどれぐらいできるかちょっと知りたいんですね。何県、確かに18、ちょっと持ってきます。10以上はあります県名だけ書きますね。県名だけ。これ、どうしようかな。ちょっと後で消すんですけど、ちょっとヒントで県名、これとかな。全部でね、17個あります。17個。あ、じゃあちょっと今どんぐらいできたか。なんか市が分かる人、何市って言ってください。津市。盛岡。盛岡。札幌。札幌。那覇。津市。津市。大津市。松山。松江。名古屋。横浜。津市。言った津市。津市言った。あとね、神戸、仙台、盛岡、あ、いいね。仙台はあとひらがなのやつ、ひらがな。那覇、そう、埼玉。あと出てないの。あ、甲府。しっくりきてないね。甲府市。あとはね、四国にある。松江。松江はあれですね、中国地方ですね。四国は愛知は。大津。
違うかな。香川県は何ですか。香川県。うん、それはわかる。香川県は、あ、そこの辺やね。まあ、とりあえず県名を今、みんな結構市は出てるので、県名に当てはめていってください。これ本当ね、県庁所在地大事やけんし。ちょっと17個あるから。ちっちゃいことね。岩川は岩手県。あ、そうです、そうです。県書く、県を書く。県を書くので、市を埋めていってください。自分で。ちょっと県省きます。何問正解したか聞きますので、ちょっと全17問先生いいですか。感じることですか。感じることですか。あ、漢字で書けなかったら三角でもひらがなでもいいよ。自分がちょっとまあ分かるか、何か分かるか。Cを入れた動画の動画を使っている。
最初は自分の力でしてください。まだ栃木知るから。あと分からんかったひらがなでこんなかなっていうのでもいいですよ。よ？石川なかったかな。いいなんか字ね。ちゃんとしてたら、赤いところとかね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 、
2円が。そうですね。ちょっともう一つ振り込み出したいので。そんな感じのこと言わない。そうですね。何何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 授業でしょ。よし、じゃあボタン押しましょう。よし。あ、埼玉もあるよ。はい。じゃあ赤で変えていくので。よし。しましょうかね。はい。あと漢字大事ですね。なんか名前分かってても漢字できない子いたので注意です。はい。名称移動どこでそうかね。そうだよ、だけさっきさ、あの時だけ自分で頑張りますって言ったことがあるんだけど、そうそう、くださらないといけないかもしれない。で、こういうのを6見てるかな。何ちゃうそこからも。分かるって調整で、宇都宮。宇都宮って読みますよ、で。初耳な感じ。宇都宮。大変なの
覚えられる気がする。俺は多分大半は覚えられる。え、頑張るね。おぉ、え、待って、ちょっと私ちょっとさ、若干下の名前とか忘れたよね。俺いつも陸上の試合で鎌原か鎌原か鎌原って呼ばれてる。あ、嫁がね。ひどい敵。え、ちょっと待って、何食いやったっけ。ひどい敵、ひどい敵、すごい言われる。ラムド、ラムド、あ、そうそうそう、クラムド、ケースケースケでね。あ、おいしい、覚えた。商売屋敷、商売屋敷、なんかめっちゃ覚えた。商売屋敷の名前だ。なんか印象的だ。なんかやらかした。昔なんかすごい目の前におったやん、私も。あ、やけん覚えた。目の前におったけど、はい、まだ付けしましたか。いた。結構なんかみんな1、2、2問、3問しかあってない。あ、すごいね。すげえ。水が効き。俺3問かよ。3問ちょっと聞いてみようかな、どうしようかな。じゃあ 5点以上の人。はい。すげえ。え、すごい、山本くんすごいです。じゃあみんなちょっと結構やばいということが分かったので、一回呼んでみます。いいですか。私が北海道って言ったら札幌って言ってください。そういう感じで今、はい、いきます。せーの。北海道、岩手、宮城、栃木、茨城、埼玉、神奈川、山梨、愛知、名古屋、群馬、前橋、石川、三重、滋賀、兵庫、島根、愛媛、香川、沖縄。じゃあちょっとランダムでいきます。茨城、見た三重、つ、いいね。沖縄、那覇、神奈川、神奈川、香川、はい、宮城、三重、石川、あと山梨、愛媛、愛媛と松山。じゃあ隠す？宮城。隠す？隠してする？隠す。隠してする？いや大丈夫。違う。どうしようかな。岩手。兵庫。愛媛。松山。香川。松山。違う。信じてない。で、これがね。これがなんかみんな結構あれやったんですけど、すごい大事なやつだけなのでいいですか、いいですか。ちょっと前向いて、横は向いちゃダメ。あと椅子は引いてあ、そう、座って引きすぎ、まあいいや先生、座って座って、いや、あれ、顔大丈夫ですよ。香織先生に一応ね報告しとくね。里村くんっていうのがいるよ、出ました。そうで、やっぱいっぱいあるんですけどこれだけは全部結構大事なんですけど、覚えにくいものをちょっと言うのでチェックしておいてください。三重はね、よく出るよこれ一文字な三重県津市だけよく出ます。あとはね、意外と石川とか、どこが出るかな。那覇はもう書けるようになってほしい。あとこの辺分からんやな、みんな。香川とか、名古屋、あとね、名古屋は、名古屋みんな分かるくない。愛知、そうそうそうあとはね、茨城とか群馬、栃木ね、こう、あ、今難しいの見てます。山梨、あのさ、神奈川、横浜とかは分かるやんやんあれはちょっと悪かったら携帯返ってこん。募集されたああ、うん、そう、帰り悪かったら携帯戻ってこん。そう、香織先生よりかはちょっと先輩やけん、香織先生。そうよ、そう、1個上、1個上。じゃあ21です。そう、高校の先輩なんよ。過保護の先輩。
笑われたんやけど。カモコって言ったんカモハラくん。カモコ。まあそうですね。じゃ今言ったとこ覚えておいてください。あとね、もう一個配りたいやつがあったんですよね。チリ。お花のブーケ。あ、これ前に渡したかな。あ、これね、中3の子にいつも渡しようとよ。お、ムーミンのキャラクターや。そう、ムーミンのキャラクター。私、ムーミンが好きなので。スナッキー。いや、これは違います。あ、ちょっとスナッキーの男の人やな。空白の部分がありますね。これアジア州です。私がこれ中学3年生の子に受験の時に作ったプリントなんですけど、他にもアジア州以外にもヨーロッパ州とかあります。で、今からこの括弧のところを埋めてほしいんですね。で、結構難しいので、とりあえず自分が分かるところまで埋めてみてください。で、終わったら丸付けをお願いします。ヘルシアワン、ヘルシアワン、そう、ヘルシアワン、じゃあ、点そう、今からそう分かるなら書いていってください。解くときは静かにね。めっちゃ透けて見える。
てですね、胃腸と筋と食欲、胃腸と筋と食欲を違う感覚で動かかけたら丸つけをお願いします。結構ばらつきがあって苦手な人は苦手かなって感じですね。得意な子は結構もう8割ぐらい取れておいてすごいいいと思います。で、そうねいろいろあったけど、まあ、これは覚えてほしいっていうものがあるのでそれはチェックをお願いします。今から言います。インダス川、 C のインダス川、D のモンゴル高原、ごチェック、チェックしてくださいね。そう、で、あとは F のヒマラヤ山脈と、で、G の黄河ですね。この辺はもう、今言った C と D とF と G、 インダス川、モンゴル高原、ヒマラヤ山脈、黄河とかはもうできるようにしてください。で、ちょっとだけ最後に川とかあったね、 C のインダス川とか黄河とかは色を塗っておいてください。わかる？川のところは青で塗ったりとか、高原はもう自分の決めた色、オレンジとかそういう色で塗ったり。で、一応裏の方がね、空白の方がちょっと塗りやすくなってます。空白の方、結構白いの で結構チリ苦手な子多めやなって思ったんですけど、色つけて覚えたりとかと山脈ですね。色塗りしていったら覚えやすいかなって思います。そう、また私ちょっと今のヘルプやったんですけど、また授業に継続して入るときはこういうプリントとかを渡していくので、地理はね本当に暗記なので、まあ、自分で暗記の方法を覚えていったりしていきましょう。
った。で今日は7時までやったので、これで終わろうと思います。よし、じゃあ、終わります。せい、れい。ありがとうございます。ストップを押してもらう。